二代目バーフラーは、イギリス海軍のバーフラー級90門二等戦列艦のネームシップ。トーマス・スレードにより100門1等艦ロイヤル、ウィリアムの設計に基づいて作られた。チャタム交渉で1768年6月30日に浸水し、建造費は49,222ポンドだった。1780年頃武装が5艦班に8門追加されて98門艦となり、 乗員は750名に達した。同警艦として、プリンス・ジョージ、プリンセス・ロイヤル、フォーミダブル・カール、バーフラーの収益機関は、長く様々な海戦に参加した。1773年、スピットヘッドにおいてのジョージ3世の艦艦式では、エドワード・バーロン艦長の下艦隊司令官トーマス・パイ・チュー・ジョーの機関を務めた。特に名声を高めているのは、 アメリカ独立戦争時にリーワード諸島でサミュエル・フード少将が機関として使用したことによる。ジョン・ナイト艦長の指揮下、1781年4月28日、マルティニク沖で発生したフランソワード・グラス艦隊とのサルナス・岬の海戦では、バーフラーの乗員5名が死亡している。バーフラーは次にチェサピーク湾、セントキッツそしてセインツの海戦に参加した。 1781年9月5日のチェサピーク湾の海戦ではアリグザンダー・フット艦長指揮下でトーマス・グレーブス提督の自席指揮官だったフット提督の正気を再び掲げた。海戦はフランス海軍の勝利に終わり戦争の成り行きに大きな影響を与えた。バーフラーはフランス革命戦争やナポレオン戦争にも参加しており、 リチャード・ハウの栄光の6月1日においては、ジョージ・ボーヤー提督の帰還であった。この海戦の中で5月29日にアンドン・ターブルと交戦し、6月1日の戦闘では全般に大きな光景を果たした。9名が死亡し、負傷者は25人だった。その後モグロは党の海戦や、サン戦手センテの海戦に参加した。最後の戦闘は、フィニステレ岬の海戦である。 ナポレオン戦争終結後、バーフラーは予備役となり数年間チャタムに係留されていたが、1819年1月に解体された。ありがとうございます。